みなさんこんにちはヨガ講師でヨガ通訳者のメイです今日は瞑想のために長く座る姿勢についてお話ししたいと思いますみなさんは普段瞑想されてますかそして瞑想するときどんな長さでされているでしょうか最初は3分とか5分とか目を閉じるだけでもとてもいいことですそれに慣れてくるとだんだん 15分、20分と長さを増やしていって、最終的には1時間、2時間座るということも可能になってきます。ですが、そんなに長く座ると体がしんどい、痛くなってくる、そんな人が多いのも事実です。 自分的には体、えー、しっかりと瞑想で座る長い時間座ろうと思っているのに体が言うことを聞かないとか痛みによってすぐに集中が妨げられてしまうという方は座るる姿勢を見直ししてみるといいかもしれま,せんまず最初に座っている時お尻が痛くならないように硬い床ではなくてお尻の下に何かを敷くというのも一つの方法です。 瞑想専用のラグを敷いたりだとかもしくは私が今敷いているようにブランケットを敷いたりお家にある座布団を敷いたりするそしてお尻を柔らかい状態で痛くないように保つということも大事ですそして座る姿勢ですけれども私は今シッターサナという座り方で座っています。これは達人座という座り方 足のつま先をふくらはぎと腿の間にたくし込むようにして、隠して座る座り方です。個人的にはこの座り方が冬場でもつま先が冷たくならないので気に入っています。この座り方がちょっと辛いなという方は、かかとを縦に並べるようにして足を重ねない座り方、安楽座と呼ばれるスカーサナ、これで座ってもいいと思います。 もう少し自分の内側に意識を深いところに持っていきたいと思う方、えー、膝の柔軟性など十分にあるのであれば、熟練している人はパドマーサナですね、レンゲ座で座るという方法もあります。レンゲ座だとちょっと辛いなという方は、片方だけの半レンゲ座というハーフロータスで座っていただいてもいいかと思います。 ですが、この姿勢だとやはり膝が痛くなる、えー、股関節が辛いという方は、えー、正座になってもいいです、えー。バジュラーサの正座の姿勢でも、椅子に座って行っていただいてもいいと思います。次に骨盤です。骨盤をしっかりと立てておくということが大事になります。ですので、骨盤を立てるためにお尻の位置だけ少し高くしてあげると座りやすいです。 座っている姿勢というのはこの腰骨グリグリと触ってわかる ASIS ですね腰骨のところと膝の位置この膝が腰骨よりも低い位置にあることが大事ですですのでそうするとねこの足の付け根のところが疲れずに済みます。ですから膝がどうしてもこう上がってしまうという方は膝の下にブランケットやブロックなどをこのように敷いていただいて。えー 足が疲れないようにする。もしくはお尻そのものの位置を高くしてブロックなどを使って高い位置にお尻を置いて膝を床に置くようにして座る。こういった座り方がおすすめです。そして骨盤をさらに立てるための工夫として、特にね骨盤があの横にだらんとなってしまうという方が。 こういういになってしまう方非常に多いです。そうすると背中も丸くなってしまって丸くなった背中にはプラナが流れません。ですから背筋を立てるためにお尻の半分ほどに、えー、ブランケットや座布団などをこうかませるようにして骨盤を立ててあげるという座り方をするといいと思います。 私がお寺で瞑想した時に習った座り方は座布団を1枚これを座布団と見立てて座布団を1枚まず敷いてもう一つの座布団を2つに折りたたんだものを後ろにくっつけてこの姿勢で座りなさいというふうにねお坊さんからは教わりました。これも非常に えー、座りやすい座り方です、えー、座が組めるのが安定することによって長い時間座るのが苦痛ではなくなるのでこれもおすすめですそしてこの骨盤を立てるということなんですけれどもなぜ骨盤を立てる必要があるかというと、えー、姿勢を良くして集中よ集中力をアップさせるためですそして、えー いい状態の体がいい状態ですとマインドも落ち着きますし、えー、プラナが流れて全身が瞑想によって元気になる体全身そして心マインドも元気になるということが言えるんです。でその骨盤を立てた時に座っている姿勢後ろに体の後ろに壁があってその壁に体をくっつけるように座りなさいというふうに指導を受ける場合があるかもしれません。 確かにそれも正しいんですがこの姿勢でいると、えー、長いい時間座れないという人が多いのも事実です。というのも、このような姿勢は、えー、人間実際にこの足の付け根が疲れてしまったりもしくは背中に緊張が生まれて背中の筋肉が硬くなることで長時間座っているのがつらくなることがあります。 その場合には、えー、膝とお尻そのそこで描いた三角形の真ん中に頭がくるこの座り方が実は、えー、長く座るためのコツでもあるんですちょっと絵に描いてみましたのでお見せしますこれが先ほどの姿勢ですね、えー、背筋、尾底骨から頭頂部までが一直線となるそして後ろに壁があるようにして座るそうなると ちょうど L 字になってしまって頭を支えている時にここの膝のの位置とのバランスが取りりづらくなりますですがこちらのように、えー、お尻の位置から少し前のところちょうど足の付け根の辺りその真上に頭が来るようになるとちょうど三角錐のような形になります。これは えー、物理学的にも非常に安定している形になりますのでこの膝の位置から頭までの距離とお尻から頭までの距離がだいたい同じこの三角の状態になって座っていただくと、えー、体に余計な負担がかからず足の付け根が疲れたり背中が疲れたりすることがなく楽に座ることができます。 ですので、すのこの座り方によって瞑想の長さが影響されるのであればまず最初に一番心地のいい形を整えてそこから瞑想に入るというのも非常に重要なことです。そして、瞑想の最中です瞑想の最中にに体温ががが急にふっと下がる時があります。ですでからこんなふうにね肩を出したり腕を出したりしている服装よりも ゆったりとした温かいものを着て瞑想を行う方がいいと思います、えー、私はヨガの練習の後にそのまま瞑想に入ることが多いですのでその時にはブランケットなどを体にまとうようにしています、えー、ブランケットを少し広げて体にねマントのようにしてきたり このようにしして、えー、瞑想をしたりですとか、腰のところだけ巻きつけたりとかそして、えー、もっと集中がしたいなという時には頭のてっぺんと耳の部分をふさいであげると覆ってあげるとね集中力が高まりますのでこんなふうに、えー、マントを着るような感じで頭と耳を覆ってここで体を包んで瞑想をするということもよくしています。 特に冬場になるとこんなふうにとでる入こがきます。ヨガの練習のあとその次に呼吸の練習プラナヤマエネルギーの、えー、を整えるという長期法をやってそして瞑想の姿勢を作るその時に感覚を内側に引き込んでいくというプラティアハーラという段階が入ります。 その、えー、感覚を内側に引き込むというためには、自分の内側、えー、この体を包むような状態がとても適していますので、それもよろしければ皆さんやってみてください。そして集中するという段階、集中するために一つのフォーカスを与えるというのもいいです。それが呼吸であったり、ろうそくの炎であったり。 もしくはマントラであったりジャパを使ってマントラを唱えてもいいですし自分のチャクラや内側のどこか一点にフォーカスするということでもいいと思います様々な瞑想法がありますその集中の段階を経て次に瞑想の状態がやってくるとされています これはヨガの8子息にのっとった段階でもありますので急に瞑想をしようと思っていきなり座ってもそれは難しいかもしれません。まず第1ステップの山第2ステップの仁山社会的な生活をきちんと営むこと自分自身のケアを大切にすることそして体肉体のケアとしてあさなの練習をすること。 そそしてその次、エネルギーを整えるプラナヤマ呼吸の練習をしてそして座る姿勢感覚の制御をし集中して瞑想に入るというのがとっても一番やりやすいやり方ですので是非皆さんもこの段階を踏んでそしてヨガの練習の後に呼吸を整えてから少し目をつぶるということをぜひやってみてください。 皆さんの瞑想がとても豊かなものとなりますようにお祈りしています。ありがとうございます